どうも仙人おいりです。今回の仙人先はこちら、天然砥石マニアさんのご自宅へ行ってまいりました。今回は大量の天然砥石を紹介していくのですが、テーマは結局いい砥石とは何なのか、そして研ぐ順番、どの砥石から始まり、そして仕上げ、刃付けはどの砥石を使用するのか気になりますよね。で、面直しのやり方はもうね、いくつものダイヤモンド砥石を使用してます。で、動画後半では本焼き包丁の紹介をしていきます。今回の動画はですね、一応前回の動画の続きになってまして、その天然砥石館の動画を見た後に今回の動画を見るとより理解は深まります。なのでぜひそちらもご覧ください。ではですね、本編行く前に今回お話聞かせていただく方の紹介をさせてください。見ての通りね、天然砥石のもう沼にどっぷり使った変態さんなんですが、職業は料理人です。京都で和食料理人をしてます。名前はゆうまさん。一応年も18歳ということをお伝えしておきます。はい、それではお待たせしました。最後までごゆっくりお楽しみください。では本編へどうぞ。これが中山の手前、違うヤギっすね。ヤギ、これが奥戸です。奥戸、和歌山の水浅ぎです、はい、水浅ぎ。へえ、やっぱ浅ぎは基本固め、ほぼ固めなんですね。そうですね。でも中山のはそこまで硬くなくて、はい、めちゃくちゃ研ぎやすいですよ。でこれが、中山ですね。これも、はい、中山。うわ、太っ。太いっすよ。すげえ。これが八尾ですね。はい、八尾の内曇り。八尾っていうんだ。うん、これが水木原ですね。大きさと一緒なんですけど、はいはい、ちょっと水木原の方が高い場所にあって、若干水木原の方が固めではあるかもしれないですけど、はい、あんまり差はないですかね。これが、丸山の白すいたです。はい、丸尾山の白すいた、はい、これはまあ、はい、研ぎやすいです、はい、これが月の輪ですね。月の輪かっこいい。これ愛宕山の中にある砥石なんですけど、はい、すごい模様めっちゃかっこいい。入山ですね。はい、入山も。これヤギの周辺にあるんですけど、なんでちょっとヤギと似てるんですけど、はい、これ入山です。でこっちが勝負谷、はい、もうこれめちゃくちゃタルタル系ですね。はい、めちゃくちゃ柔らかいです。へえ、ドローンめっちゃ出ます。めっちゃ出ます。はあ、めっちゃ柔らかいです。でこれが金屏風ですね。はい、金屏風カラス。これめっちゃ綺麗ですよね。うん、めっちゃ綺麗、めっちゃかっこいい。が次はヤギっすね。ヤギのすいた、はい、カラスがここ入ってて。本当だ。で次がこれがオオズクのすいたですね。オオズクのすいた、オオズクめちゃくちゃ珍しいっす、はい、もうほぼないと思います。次が裏奥戸ですね。裏奥戸の天井、はい、裏で取れる。そうです、うん、奥戸の裏側取れる、はい。青すいたって言われるのが天井には違いますね。青すいたは丸尾山のおっちゃんが、はい、決めてるあれなんで、はい、自分で言ってるあれなんで、他に青すいたは多分ないと思う。尾崎の泊まりですね。尾崎、尾崎勝負なりの、はい、はい、それもめっちゃ良さそう。が尾崎のすいたですね。はい、すいた、はい、すいた。で次が奥戸の泊まりですね。はい、でっか。これバカでかいです。これ3キロ以上あるんで、はかりで測れないんですけど、これもいいですよ。次が中山の隣ですね、はい、これも梨地が入ってて、はい、綺麗ですよね。でこれも中山なんですけど、はい、これもいろんな、めっちゃ面白いですね、はい、こことここも全然違うし。そうなんですよね、うん、いい砥石ですよ。すごい。これ中山の、カラスです。いやカラスの魅力ってもう見た目があります。あ、でもあんまり質的には良くないんですけど、はい、まあ、よくおろしはしますけど、傷ちょっと入っちゃうんで、いいカラスでもめちゃくちゃこだわる人ならやめた方がいいです、うん、まあ、分かんなくて使う人もいますけど、その傷が入ってるのが、はい、僕は気になるんであんまり、最終段階では使わないです。なるほど。これオオズクです。オオズク、裏にカラスがいて。ああ、本当だ、裏カラス。で次、馬路山のこれ綺麗な層、綺麗な層、ほんとミルフィーユみたいで、顔も綺麗。うん、次は奥の門。おお、目利きとしてはやっぱりこういったとかこういったのはそうです、ない方がものとしてはいいんですいいですけど、この筋は当たらないんで、はい、全然入ってたら問題ないんですけど、はい、まあ、横に当たる筋があったりしたら、はい、ダメですね。ああ、なるほど。これが奥戸の白すいたなんですけど、はい、これここ半分
はい、ここら辺から質変わってくるんですよ、はい、半分から明らかに違いますもんね、はい、だからまあまあこういうの狙い目ではありますね。うーん、一気に変わっちゃうんで、これあのこの白い部分上だけなんで、はい、なんでこういうのはやっぱ安くなりますね。あ、安くなるんだ。はい、これ安くなります。これも奥の門のスイートですね。めちゃくちゃ柔らかいです。柔らかいんですね。柔らかいです。へー、わ、次です。かっこいい。これが、田村山の天井スイートですね、はい、これもう日本に3本ぐらいしかないらしいです。うーん、取れるには取れるらしいんですけど、はい、あの場所がめちゃくちゃ危ないところらしくて、はい、取ろうとしないらしいです。危ないから、危険だから取らない。めちゃくちゃ危険なところにあるらしくて、はいはい、そんなんあるんだ。でこれが田村山のスイートですね、はい、これが田村山のスイート、これもいいですよ。良さそう。これが大平の内曇りなんですけど、はい、これちょっとカラス浮いてて、ね、綺麗ですよね。綺麗、めっちゃ綺麗、本当に綺麗。次が奥田の羽舞台です。はい、羽舞台かっこいい。奥田の羽舞台です。これもいい砥石ですね、うん、羽舞台ってどういったのが羽舞台っていうの。あの売る人によって変わるんですけど、一、はい、人はこのここの人は、はい、あの羽舞台っていうのは質がいいものを羽舞台って呼んでて、はい、その質が均一でいいものを羽舞台って呼んでるんですけど、はい、まあいろいろ白いものを羽舞台って言ったり、うん、僕それだと思ってました。砥石とかいろいろあって、はい、まあ、うん、言い方的なあれなんで、なるほど、何言葉か分かんないですけど、うん、これイザリ山です。イザリ山結構粗めなんですけど、はい、化粧研ぎとかによくて、へえ、じゃあ霞の包丁は綺麗になります。あ、そう、その化粧研ぎで、はい、日本刀の場合内曇りがやっぱいいって言われてるじゃないですか、はいはい、なんか実際もうユーマさんが試した中で結局化粧研ぎとしていいものって、はい、どういった特徴、まあ、何層が何かとか。流度が荒いと霞の包丁は綺麗になりますね、はい、あ、丸尾山とかあの流度わりかし他の山に比べて荒いんですよ、はい、なんで、まあ、綺麗にはなりますけど、はい、めちゃくちゃ綺麗にしようと思ったら、はい、中山とか細かいの使ったらまた違う綺麗さになります。はあ、ただ綺麗にするだけやったら流度荒かったら綺麗に見えるんで、はい、んで柔らかい砥石使って綺麗になるのはそれです。あ、なるほど。これが金屏風ですね。金屏風、これが長四郎ですね。これも勝負台で立派すぎる、はい、長四郎の天井水。これは筋めちゃくちゃ多い山で、はい、ほとんど多分筋あるんじゃないですかね。へえ。でもこの中でもこれめちゃくちゃ少ない方で、はい、当たらなくていいんですよ。奥戸です。はあ、綺麗。奥戸、奥戸の羽舞台ですね。奥戸の羽舞台。これが稲荷山ですね。稲荷山です。これも有名っちゃ有名な山ですよね、うん、中山の、はい、丸化ですね。すいた、綺麗ですよねこれ、はい、僕は丸化印見せてもらっていいですか。すごい綺麗、こんな綺麗なハンコすごい ね、はい、綺麗ですよね、はい、とこれが中山ですね。うん、中山綺麗。これが奥戸の羽舞台ですね。これがめちゃくちゃ重いんですよ。めちゃくちゃ綺麗で、はい、ちょっとどうぞ。 2506g の羽舞台です。はい、めっちゃやばいです。これが表山ですね。これ奥戸、はい、奥戸じゃない、大津の近くにある山なんですけど、はい、表山、はい、これもいい砥石ですよ。うーん、めっちゃ綺麗で、奥戸の水体に似てるんですけど、奥戸じゃない、はい、大津か、はい、大津の水体に似てるんですけど、大津の水ってやっぱいいんですね。数ないですけど、はい、いいです。なるほど。まあ、大津って硬いイメージじゃないですか、はい、でも水田そんな硬くないんですよ、はい、なんで使いやすいですよ。これが大平の、レンゲですけど、はい、けどこれがさっき言ってた当たる筋ですね。これ、はい、これ入ってたらここの水田使えないんで。あ、これが奥戸の水田です。はい、奥戸中山、ね、そうですね、大津区とかが多い、多いというか増えていきますね、質がいいから。やっぱいいんだ。これ一本松ですね、はい、これ丸尾山、今掘ってるところの前掘ってあった山です。名前が変わったんですか、一本松から。いや、変わったんじゃなくて、はい、場所がそもそも違うんですけど、はい、これ一本松は水田山じゃなくて、丸尾山ってあの水田山って言われるぐらい、はい、水田いっぱい出てるじゃないですか、はい、白水田とか、はい、これは水田山じゃなくて、あのここまで綺麗な水田が取れるのがまず珍しいですね、一本松は。うーん、こんな、まあまあ他の山に比べたらこんないろいろ筋とかあったり、はい、悪いっちゃ悪いんですけど、
一本松でこの状態はめちゃくちゃいいです、はい、へえ。これオオズクですね。オオズク、この皮が特徴的なんですよ。オオズクってこんなステーキみたいな。あ、そうなんですか。そんなステーキだけじゃないんですけど、はい、まあこういうステーキみたいなのがオオズクって言われる方しますね。これも硬いと石です。これ丸尾山の四季内曇りですね。四季内曇り、すげえ。四季内曇りと内曇りってなんか違いあります？いや、四季内曇りも多分丸尾山のおっちゃんが、はい、あの名付けてる名前で、はい、他に四季内曇りなんかないですね。他の山で。そうなんだ。他の山は内曇りって言ってこれ八ヶ山です、はい、これもめちゃくちゃレアです。八ヶ山なんかもうないですよ、この大きさで。八ヶ山ってあの赤いのイメージされるんですけど、はい、赤いのはもっと貴重なんですけど、はい、これもめちゃくちゃ貴重ですね。貴重なんだ。貴重で質もいいですか？質はって感じですね。なるほど。質はっていうか粗いっちゃ粗いですね。仕上げではないんですね。仕上げではないですね。めちゃくちゃ仕上げたい時ではないです、うん、これが、奥戸の青レンゲです。青レンゲかっこいい。そうですね、うん、かっこいいですよね。これかっこいい。もう若干これ見た目に反して悪さするんで、傷とか入っちゃったりあのするんで、はい、今の層は大丈夫ですけど、最初使ってた層はあのちょっとあれだったんで、今減っていい感じのところが出てきたんで、使えますけど。これは、尾崎の水アサギですね。これもこれめっちゃいい。めっちゃいいです、うん、これはもう見るからに。ひでり山ですね。おお、ひでり山。ひでり山ね、いいっていう人方多いですね。研ぎやすいんでね、やっぱり柔らかいんで。あ、なるほど。ちょっと泥めっちゃ出ますね、ひでり山。あとこれ次、神殿ですね。はい、神殿山。神殿の特徴も、はい、こんな波がかったようなこれが入ってるんですよ。そうなの。それが神殿の特徴なんですけど、はい、これが多分一番神殿の特徴が分かりやすい砥石なんで。これが大谷山。大谷山硬いです。カミソリ刀で有名なやつなんですけど。硬いんだ。いいです。これが次、大平ですね。はい、まあ、これは至って普通の合わせだって感じで使いやすいです、はい、万能タイプですね。へえ。これが貴重な足谷ですね、はい、足谷。足谷も足谷山のツイタです。これめっちゃ貴重です。これが大族ですね。これもで、これが奥戸の内曇りなんですけど、はい、これはもう買ってる人から、あの買った人から聞いたらこれ以外に見たことないらしいです奥戸の内曇りはまあ質は置いといて、これはね、はい、貴重なんで、はい、買いましたけど、うん、これはいいですよ、うん、なんか存在感すごい。それこれ奥戸じゃない、中山ですね。中山の水浅い。これもいいと一緒ですよ、硬くて、うん、これも中山です。へえ。最初丸カのスタンプついてたんですけど、はい、消えたというか、あの売った人が消しちゃって。あ、そうなんですね。ついてたんですけど、あらあら。やっぱそういうの消しちゃうと価値ちょっと下がっちゃいますますけど、丸カじゃないと、はい、丸カって思われる、丸カだからいいと思われるのが嫌だっていうんで、はい、わざわざ消したらしいです。次、これもクソ重いんですけど、中山です。え、待って3はありそうっすよ。3ないんじゃないか。2900とかじゃない、2700ね。さすが、ほんとだ。これが、はい、大平の羽蓋です。めっちゃ綺麗、めっちゃ白。そうなんですよ。あと層もめっちゃ綺麗に入ってて、待って、すげえ。これもめちゃくちゃ重いっすよ、うん、これはこれも多分さっきと同じぐらいじゃないですか、うん、2600ぐらいかな。そうっすね、2700いくっすけど。次、これが、大内ですね。これも希少といい、粗めではありますけど、はい、めちゃくちゃ泥出て化粧的にはめっちゃいいです。木津山ですね。これも有名な山ですね。昔から有名な山です、ね、山。これ愛宕山ですね。愛宕山かっこいいですね、名前。かわいいな、なんか。かわいいですよ。愛宕山。愛宕山です。うわ、めっちゃいい。これは山があるわけじゃなくて、はい、範囲のこと言うんで、鳴滝と一緒です、はい、鳴滝と同じ意味合いで山城。なるほど。山城元山って。これが昔の奥戸ですね。今取ってる奥戸じゃなくて昔に取ってた奥戸です。そういうのあるんですか。それも珍しいです、うん、めっちゃ質疑です。めっちゃいいですよ。なんかめっちゃくちゃいいです、うん、これが馬路山ですね。これも最近数少なくなってきて、はい、もうどんどん値段が上がってると嬉しいですね。
あ、そうなんですか。最近認知し始めて、はい、これ愛宕山のスイタです。はい、これもめちゃくちゃ貴重ですね、うん、もうないです。今愛宕山残ってるの合わせとばっかなんで。あ、じゃあスイタスイタはマジでないですね。へえ、マジでスイタはないです。なるほど。でもそれスイタなんですけど、すなしって言われるぐらい吸なくて、裏に横に。本当だ、めっちゃいいですよ、うん、よいしょ。これは王族ですね。これめちゃくちゃ硬いです。うーん、めっちゃ硬いです。はい、これもまた貴重な神殿のスイタですね。はい、神殿で、これがヒコマです。ヒコマ、これも貴重ですね。うーん、これ紅山ですね。紅山、藤原さんの。これ田村山の砥石です、ね、田村山。これ音羽です。音羽山、音羽山、めっちゃこれも綺麗ですよ。重い、重たいですよね、うん、めっちゃ綺麗。綺麗ですよね、うん、それ。オレンジ。音羽山結構色物が多くて、はい、結構いろいろ綺麗な砥石が取れるんですよ、うん、これ本当にめっちゃ綺麗。綺麗ですよね。これ勝負谷なんですけど、これめちゃくちゃ柔らかいです。なんか研いでみないとあんまイメージつかなかった。 で、ね、でこれテントですね。テント、はい、テント、うん、はい、なおさんが最近出してる砥石ですか。そうですね、うん、でこれが中山の、これは確か丸かの印があったかな、ありますね。うーん、丸かの印がある中山の苫屋の梨地です。うん、綺麗。そう、ちょっと今比較で梨地とレンゲ、あ、これ分かりやすい。そうですね、それが分かりやすいかもしれないですね、うん、すごい、ありがとうございます。これがそれで一番でっか高い砥石ですね。でっか、その丸かがついてる一番高い砥石です。これ多分3キロ計量器なんですけど、これが、はい、あ、ちょっと待ってください。これじゃ多分エラーが出て、あ、あるんだ。いや、これ合わせないとないですけど、はい、これとこれ合わせたら、そうですね、大体 3.3 ぐらいですかね、うんうん、こういう使い方する人初めて見た。3.3 キロの丸がです。100万、150万とか、もう全然そう。あと手書きが跡がついてる、はい、めっちゃ昔に引いたやつなんで、あ、手で引いてる時のです。だからこういう感じなんですね。そうです、そうです。これがついてるだけでもレアなんですけど、はい、それプラス丸かっていう、あとこの大きさっていう、やば、これはめちゃくちゃレアです、うん、これが、中山ですね、はい、うわ綺麗、めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗じゃないですか、はい、これも丸くあるんですよ。うーわこれも中山のスイタですね、これ、うん、これ表からやったらスイタのイメージないんですけど、はい、横見たらちゃんと、あ、本当だ、入ってる、本当だ。これも見えにくいですけど丸くがある砥石ですね。すごい、これも中山ですね、はい、中山のこれもスイタです、うん、中山のスイタなんですけど、これも丸かがありますね、うん、本当だ。これなんか幻想的ですね。そうですね、す同じ中山でもね、いろいろあるんで、うん、本当にいろいろある。これ同じ中山のスイタなんですけど、はい、こんだけ違うんですよ。違う、全然違う。こっちめっちゃ綺麗ですよね、はい、物としては、研ぎとしてはわー、こっちの方が若干硬いです。硬い、なるほど、はい、こっちの方が研磨力強いですね。で、これも中山の、はい、これ多分波戸になるのかな、層的には。へー、波戸はどういう特徴あります。ああ、もう多分そんな何の変哲もない。なるほど、波だけに。これが昔の中山の水浅いです。これもめちゃくちゃいい砥石ですよ。綺麗、めっちゃ綺麗です、はい、めっちゃいいですよ。これも裏の皮がめっちゃ綺麗で、うんうんうん。で、次は赤レンゲコーナーですね。これ層にレンゲが入ってて、はい、もうこれ最後までレンゲ入ってるんで、うん、最後まで出るっていう、それも筋ほとんどないんで、うん、めっちゃいい砥石です。なるほど、やっぱ天然砥石見るとき層絶対見ます。横見ますね。で、結構分かるんですね。はい、で、これがこれも大平の、はい、赤レンゲです。これもね、層ほとんど入ってなくて、層入ってなくて、めっちゃ綺麗ですよ、はい、うん。で、これが、大平ですね、これも、はい、これも変わった感じの赤レンゲで、はい、ほんとだ、ね、変わってる。綺麗ですよね。綺麗。で、これも大平赤レンゲです。でかいっすよ。これも多分3キロだやろ、2900ぐらいかな。そうっすね。うん。やば。
でこれも細かい、これすっごい細かい、めっちゃ細かいですよね、はい、細かくてもめっちゃはっきりしてて、でめっちゃ綺麗に入ってて、本当だ、これも大平の赤レンゲです。うわ、大平レンゲの魅力って何ですか？好きな理由とか。やっぱり粒が細かいんで他の赤レンゲより、はい、なんで綺麗ですね。なるほど。あとめちゃくちゃ綺麗に赤レンゲが入ってるんで、大平は、うーん、めっちゃ綺麗です。これも大平の赤レンゲです。なるほど。うわ、これなんか上品というか。そうですね、控えめ、控えめですね。同じ赤レンゲ集めてないんで、はい、全部違う特徴を持った赤レンゲばっかなんで、うん、やばい、おかしいっておかしい。これめっちゃ綺麗ですよね。綺麗、うん、傷消えます？赤レンゲ。あ、消えますよ。あ、そうなんですね。消えますけど柔らかいんでやっぱり、はい、そんなあの刃付け用ではないですけど、うん、けど傷消しとかには使えますけど、はい、けど若干ものによってはあの傷入るんで、はいはい、そうですね、めちゃくちゃ向いてるわけじゃないです、うん、刃付けは微妙なんですね。刃付けは微妙ですね。へえ。やっぱ弱い刃になっちゃいますね。あとあの刃付けしようと、まあ、刃立てたりする人いるじゃないですか、はい、あの小刃付けとか、はい、やると多分ガリりますね。表面そんなめちゃくちゃ密集してるわけじゃないんで、はい、あのガリっていくと思います。なるほど。え、ちょっと傷つきますよ。へー、このためで刃付けに向いてるのってやっぱ基本模様がない方がいいですか？いや、模様がない方、模様っていうかはやっぱ硬さとか研磨力とかなんですけど、はい、あんまり硬すぎても研磨力ないんで滑る刃になっちゃいますよね。トマトとかめちゃくちゃ仕上げすぎると切れないじゃないですか、はい、それと同じで、あんまり細かすぎても泥出さないといけなくなっちゃって。なるほど。刃物のね、性能が活かせないんで、はい、やっぱ刃物を研いだ時に出る泥が、泥なし、出しなしで一番いいと思うんで、はい、やっぱその点ではやっぱ中山が一番うーんいいかなって思うんですけど、あと奥戸と、まあ、中山と奥戸は泥を出さずにでもあの刃物だけで泥ちゃんと出てくれるんで、はい、そこら辺が刃付けとしてはいいかなと思いますね。うーん、物によってですけどね、まあ、包材とか、ね、これも多いです。おお、ね、綺麗ですよね、うん、いや、このスタンプもなんか好きだな、うん、これが細かい大平です。レンゲが細かいですね。はい、え、本当だ、なんか一番細かくないですか？細かいですね。いや、すごい。これも大平の赤レンゲです。あ、全部これも違う。大平赤レンゲ多いっすね。多いですね、ね、やっぱレンゲが一番綺麗なんで。これも好きなんだ、はい、僕が、これやばい、これやばい、赤レンゲですね、これやばいめっちゃ綺麗ですよね。めっちゃ綺麗。これも僕が綺麗な、綺麗なと思う赤レンゲ。ちょっと系統変わって、うん、かっこいい感じの。これかっこいいですね。かっこいいっす。綺麗、美しいとこっちかっこいいって感じ。このなんかいい墨流し点ね、めっちゃかっこいいですね。ここのいいですよね。うん、たまらん、よだれ出てくる。でこれが山が変わって日照山です。似たようでね、似てないんですけど。違いますね。こっちの方が、うん、なんか肉っぽいっすよね、うん、紫感強くてそうですね、うん、確かに肉っぽい、うん、肉っぽい肉っぽいですよね、うん、ですかね、まあ、あと中砥石紹介したらいっぱいあるんですけどそっちの下に、ね、これやばい。研ぎの順番のことでお聞きしたいんですけど、はい、まあ、ゆうまさんがするとしたら、まあ、その新品の状態、包丁の、まあ、成形して傷消しから最後仕上げする順番を聞きたくて、はい、やば、ここすごい、え、ここやば、はい、僕あのいろいろ人造砥石ほとんど使ってきたんですけど、はい、いいと思ったのこんだけしかなくて、はい、残してるのこんだけなんですけど、はい、まあ荒戸、こっちは荒戸なんですけど、うん、荒戸はいろいろ使ってて、はい、あの鋼材とかによってへこみやすいへこみにくいあるんで、はい、荒戸は、まあ、荒戸でつけるじゃないですか、はい、ある程度、はい、帰りが出るまで、でその後に旋盤めちゃくちゃ飛ぶんですよ、はい、旋盤2種類ぐらい使って、はい、柔らかいのから柔らかいので研いで次硬いので研ぐんですけど、はい、でその後にまた旋盤の刃の車挟むんですよ、はい、これで、はい、これでちゃんと下地綺麗なの作った後に、はい、あの次も3000番とか僕使わなくて、はい、次天然 の, あの中と行くんですよ、ここら辺、はい、とあとその下のと、はい、使うんですけど、そこでめちゃくちゃ研いで、はい、めちゃくちゃ細かくなったら次もすぐ仕上げ行くんですけど、はい、
それは本当に鉱材によってなんですけど、はい、せやな、どうしよう、白鋼やったら、そう、例えば白鬼だったら、白鬼だったら、はい、まず柔らかいのからいくもあれなんですけど、はい、白鬼やったらやっぱり丸山の白スイートが一番気づきやすいんで、中戸からの入りが、はい、白スイート使った後に、内曇り系混ぜるんですよ、はい、内曇り系長白に長白系の内曇り気質がある、はい、まあ、曇る系混ぜて、はい、でその後にもうすぐ刃付けいくんですけど、うん、刃付けは白にやったらわりかし硬い砥石も効くんで、はい、まあ、大津とか中山の水あさぎとか硬い系で最後終わるんですけど、はい、それが青とか白一とかになると、はい、逆に硬いの使ったら滑るんですよ、はい、滑る砥石は奥戸の羽二重とか奥戸の羽二重と水体と普通の、はい、奥戸の羽二重の方がちょっと硬いんで硬くて研磨力もあるんで、はい、青とかそういう硬い鋼材には羽二重とかがいいですね、まあ、硬すぎるないもん、そうですね、柔らかい鋼材は逆にめちゃくちゃ硬い砥石効くんで、はい、大津とかが使いますね、はい、へえ、なんでそこは鋼材によったりで変えますね、まあ、鋼材の硬さによって、そうですね、なるほど、あとダイヤもこだわってて、はい、え、ダイヤ、そう、これめっちゃダイヤあるからちょっと紹介してほしい、7あるんか、面直し先教えてもらっていいですか、天然砥石の面直しの順番、天然砥石は普通に面直しの順番というか、これ削らなくていいボールペンじゃない鉛筆なんですけど、はい、これでまあやるじゃないですか、はい、やった後にあらかたこれで、はい、これちょっと中目のアトマの、アトマ、はい、取手付きのやつなんですけど、やって角取った後に、はい、多分若干四隅とか取り切れない部分があるんで、はい、アトマの粗め使うんですよ、粗め使った後にアトマの中目行って、はい、でその後にあと剣翔のこれか中目使って、はい、でその後に剣翔の細めでめちゃくちゃ細かくするんですよ、めっちゃ使う、はい、それでやっと傷がつ歯に傷がつかん下地ができたかなみたいな、なるほど、これちょっと触っていいですか、はい、どうぞ、それめっちゃ細かいですよ、それが最終で使う砥石です、剣翔の細め、細めです、うん、細めを使い潰したやつですね、なるほど、でその後なんか友ずれみたいなのはしないんですか、は絶対しないです、あ、それはしないです、じゃあ基本ここに今出てるやつももう全部これの状態ですか、あ、もうそうです、へえ、あと腎臓を直すときは、はい、空母使ったり、はい、ですかね、空母がやっぱ早いですか、早いですね、なるほど、空母高いっすよね、高いっすね、びっくりした、まあ絶対これは天然用なんで、はい、これで腎臓は 100% しないですね、なるほど、なるほど、うん、はい、天然用のダイヤとかは絶対分けてるんで、はい、やっぱりどうしてもいくらね洗い流しても腎臓の粒度とかが残ってたりするんで、はい、それがやっぱりね最終刃付けに影響してくるんで、うん、使わないですね、分けてますね、そこは、うん、めっちゃ大事めっちゃ大事です、はい、だから天然用のダイヤとか買ってるんですよ、はい、あ、これ混合車使ってます、混合車は荒砥石直すときに使ってますけど、はい、そんな普通の砥石には使わないですけど、ほんまに最初ですね、あと一個その天然の中戸で、はい、まあ、もし紹介何個か紹介してほしいけど、これの次に天然の中戸行くって言ってたんですか、はい、その、まあ、白に仕上げるとして、白に仕上げるとしたら、はい、合図使います、合図てか立派、これをちょっと触ります、合図砥石、これ五十嵐と近い付近にあるんですけど、はい、なんで色似てるんですけど、天草とかはどうなんですか、天草はどちらかというと、はい、洋包丁仕上げるときに使いますね、天草ちょっと和包丁やったら粗すぎるんで、はい、これ天草なんですけど、はい、これ天草なんですけど、天草洋包丁で使うときは、はい、こっちが普通使うと思うんですけど、はい、砥石って、はい、でもこっち横側にした方が研磨力強くなるんで、はい、天草は洋包丁で使うときはこっちの方がいいです、なるほど、逆に和包丁をこっち側で使ったら傷めちゃくちゃ入るんで、はい、やめた方がいいです、へ、あと青とかやと、はい、これ三河、昔の三河なんですけど、はい、三河使ったり、うん、これ三河っぽくないじゃないですか、はい、でも三河なんですよ、へ、あと白市とかやと夏屋使います、へー、綺麗ですよね、うん、めっちゃ綺麗、これでほぼ傷的なのは消えるんですか、ね、消えます消えます、すごい、あと田島、
田島と石挟んだり、はい、田島と石これもいいですか。ですよ。これ気になるの。これが三河なんですけど、はい、お三河と石、はい、これは白とか、こんな立派な三河と石初めて見ました。いいですよね。これがで、もしあの場合によって、はい、あのこれだけで消えなかったら対馬挟むんですけど、はい、まあそんな対馬挟むことないんですけど消えるんで、はい、まあ対馬挟んだりもしますね。なるほど。まあ最終奥義みたいな感じですか。そうですね。なるほど。うわー面白い。こん、まあ、楽しい。こんなもんですね。天然で泥出し必要なものの場合、泥出しは何でしてますか。あ、もうあのダイヤの細めで。あ、もうこの子。はい。名倉ほとんど使わないんで。うん、そうなんですね。名倉使うときはあの養包丁ですかね。へ、えー。まあ要は切り刃が和包丁とかじゃないかって感じです、ね。そうですね。すっげー重そう。9キロの三河。キロの三河。なんでこんな持ってるんですか。すごっ。すごいですよね。切ろうと思ったんですけど、さすがに切れなかったです。これは245あって、厚みが12あるんですよ。はあ。9キロ。中戸石はこんなもんですね。いやめっちゃ勉強になりますわ。あ、そう、研ぎ時の水ってあれかなんか変えたりします。何も基本入れてないですか。何あ入れてはないですけど、はい、あの仕上げの天然仕上げ行く時は絶対水変えてます、ね、中の。何それ。かける時にやっぱり今まで研いだ粒度が溜まってるんで、はい、その水の中に、あその水を変えてるってことですか。絶対傷つくんで、はい、そこだけは変えてます。めっちゃ大事、うん、あと地を引いた瞬間の、はい、対処行動、そのどうしてます。ガリっていった瞬間、その後はもう一回水かけ直して、はい、若干泥出して、はい、その砥石でその傷消します。あなるほど、はい、まあ、でも一回やめるべきってことですね。そうですね、やめた方がいいですね。研ぎたいです、はいはい、いや本当歯の黒幕千枚いいですよ。え、そうなんだ。最初やっぱりみんな歯の黒幕が始まるじゃないですか、はい、ですけど一旦極めたりそんなあのなんか包丁好きな人一旦やめるじゃないですか、はい、合わねえなって感じで、はい、でもまた戻るんですよ。へー。すげえ。待って、あのクローゼットを研ぎ針してるのが上も包丁ケース何個あるのって感じ。包丁も何本持ってます。100本ぐらい持ってますか。包丁はでもまだ60ぐらいじゃないかな。あ、そうなんですね。仕事場とかに置いてるやつもあるんで。はい。てか硬い。硬いですよ、ね。はい。びっくりした。ちょっと滑るような感覚があるんで。うんうんうん。ですけどそれがめっちゃ消えるんですよ。へえ。田島は普通に出回ってます？あ、出回ってないですよ。あ、もうこれも？で綺麗なの県内では大きさあるのはもうほとんどないです。へえ。そうなんだ。ユーマさん、ハイス系とかは研ぎます？粉末系とか。あ、研ぎますね。それの合う、相性の糸石って難くないですか？天然合いますか？奥道とか、研磨力強い系じゃないとマジハースからです。なんで、ハイスになると、はい。あの、腎臓も使います。もっと高番手も腎臓あります。あの、ZDB とか HAP とか、あの、クソ硬い系とは研いだことありますか？ありますね。それはゴリゴリで中戸で帰り出してからじゃないと、はい、ガチで歯つかないんで、はい、あの帰り出る前に止めて腎臓あの千番行くとかあるじゃないですか。はい、あります。あんなん硬い鋼材でしちゃったらマジで歯つかないんで。ゆうまさん的に腎臓アラート中で、はい、剣もうだから歯が欠けた場合とかもう形変える場合のもう剣魔力が最も強いものってなんですか。やっぱ GC の緑っぽいやつの安いのが一番いいんです、はい。ああ、そうなんすか？電着ダイヤですか？ダイヤの。違います。あ、細い緑のやつがあるんですけど、はい。それが一番削れますもん。これの細いやつ。そうですね。へえ、てっきり僕、アトマのアラが一番削れると思ってました。ダイヤはあんまり使わない。あ、そうなんですね。まあ確かに傷深すぎますもんね。はい。え、待って、ちょっと田島めっちゃ気に入りました。いいですか？めっちゃいい。え、いいですよね、めっちゃいい。最初はめちゃくちゃね、滑るような感覚ありますけど。はい。研いでいくとめっちゃ気づきるんです。うん。え、めっちゃいい。三河行きます。はい。あー、研ぎやす。研ぎやすでしょうね。はい。めっちゃ綺麗なんですよ。いやー、これ研ぎ心地いいわ。あ、めっちゃこれ好きです。イガラシと似てるんじゃないですか。はい、似てます。イガラシ好きなんで
宮良良かったでしょ。良かった、めっちゃ良かった宮良めっちゃ良かったっすわ。岩原氏、そう、結構いろんな人に勧めたい砥石ですね、あれは。あれ本当にいい砥石です。あれいい砥石です。あの、掘り心地が気持ちいいですよ、ね、気持ちいい、気持ちいいし、このなんか翡翠色みたいなこの色が綺麗ですね。めっちゃ綺麗ですよね。ねえ、めっちゃ綺麗。買いでもらいたい砥石がありそう。これ、中山のスイートで一番いいなって思います。水に濡らすとなお綺麗ですよ。はぁめっちゃ綺麗です。はい、めっちゃ綺麗。それ、マルカです。やばい、待って、こんな。いいでしょ、めっちゃ。はい。めっちゃいいでしょ。うん。めっちゃいい。こんなに。めっちゃいいんすよ。え、天然砥石最初にこれ手出したら、みんな天然砥石好きになりますよ。なります、なります。それも、めっちゃ細かいのにめっちゃ研ぎやすいですよね。研ぎやすすぎてびっくりしました。なんか。なのにめちゃくちゃ出るのが細かいじゃない。細かい。やばいですよ。なんか吸い込まれる。やばいです。やばい、これやばい。中山研ぎやすいからやっぱ人気ね。研ぎやすいですし、やっぱり細かいんですよ。うん。硬さイコール細かさじゃないんで。はい。なんで、研ぎやすいのに細かいっていうのが中山なんで、いい砥石だ。これが質がいいって言うんですよ。これが質がいい。いや、勉強になります。本当に勉強になる。質がいい砥石知ったら質がいい砥石以外触らなくないですか。はい、傷が入るのに気使って使いたくないじゃないですか。そうですね。だから別に天然砥石を売ることが悪いことじゃないんですよ。合う合わないあるんで、その人に。そうですね。気に入らなかったら、ね、気に入らん砥石をずっと残してもただ石だ。そうですね。普通だったらそのお金で新しい自分に合った砥石を買う方がいいですよ。うん、次いきます。はい、中山の丸か。あと乾かす時も、はい、養生した後あるじゃないですか。はい、絶対下向きの方がいいですよ。中に入るばっかなんで、下から出ないんで。あ、なるほど。それめっちゃ大事ですね。めちゃくちゃ大事ですよ。それこもってたら、中に普通に、はい、カビとまでは嫌なんですけど、変な匂いがするんで。なんで絶対乾かすときは下向き。まあ、さっきよりは火使いますけど、めっちゃ細かい。はい。研ぎやすさで言ったらさっきのっす。そうっすよ。はい、あれが一番研ぎやすくて一番細かいっす。はい。全然違いますね、でも。やっぱり。同じ中山でもこんだけ違うんで。うん。次行きます。じゃあ、表山で。表山、ありがとうございます。表山スイート、へぇ、大津の表側にあったりしてで、大津、大津のスイートはそんなイメージと思ってくれたり。え、やば、気持ちいい、気持ちいい、それも研ぎやすい、研ぎやすい、極めて研ぎやすい。次いきます。これ若干気使うんですけど、はい、めっちゃいいですよこれ。若干気使ってください。はい、中山の、はい、水浅ですね。うんうんうん、うわー好きっすね。すごい好き、この硬さ。浅木いいな。それはめっちゃ細かくなる、綺麗になるっていうよりはめっちゃ細かくなる。次行きます。お酒のスイートで。はい、ありがとうございます。あ、これ研ぎたかったやつです。それあれです。月山さんがいいって言って、売りたくなかった砥石です。うわ、わがまま言ったんですね。そうですよ。うわいい、え、やばい。言うわけねえだろ。うん、これやばいぞ。これだけじゃなくて、やっぱ基本特徴としてはこんな感じですか。いや、それが極めていいです、ね、やっぱり尾崎の水浅ぎ。はい、尾崎の水浅ぎですね、はい、すごい。それもさっきの中山とは違って研ぎやすいです。楽しみだ。あ、研ぎやすい、研ぎやすいですよね。はい、水浅ぎでもこんだけ違うんですよ。うわ、これ欲しくなるな。次いきます。昔の奥です。昔の奥。こんないいのってぐらいなんかいいんですけど。いいでしょ。奥道いいのを知ったら本当ハマります、ね、ハマりますね、これ。奥道の中山は本当ハマります。なんでね、いろいろ僕も山集めてますけど、奥道と中山が増えるのはそれです。あ、なるほど。やっぱいいんで安定してるんですが。うわ、いいでしょう。はい、
何これ、え、何これ、はい、おかしい、奥度すいたら絶対手に入れよう、はい、いいの手にしてください、それ大事ですね、ちなみに25万ですやば、今が多分研いでもらったやつ全部10万余裕で超える超えるんですね、はい、なるほど、それも10万超えます、これが中山の水浅木ですかね、水浅木、またさっきと違う、へえ。さっきのは今撮ってる中山なんですけど、はい、研いでもらった中山、昔のです、ちょっとこれ気使いますね、そうですね、うん、うん、これちょっと気使うな、次 2.5 キロの奥度です、 2.5 キロの奥度、はい、2.5 キロの奥度、それがいくらやったか、20万やったか、マジっすか、20万やった、奥度すいたハマるわこれえ、これ奥度の特徴なのかな、この感じ、研磨力強いですよね、強いですね、いやこれはいい刃つくって感じします、はい、うわ、50万ありがとうございました、次も同じ値段ぐらいの刃舞台です、はい、これ綺麗ですね、綺麗です、ねえ、それがみんないいっつって刃舞台です、やっぱいいな奥戸これが奥戸すいたか、欲しくなるわこんな試しちゃったらやばいですね、そう、うん、僕もコッパーいっぱい買って試して分かったんで、それで大きいの買ってるんで、なるほど、養生カシューって 2回塗ってます、僕3回です、3回、はい、全部3回塗ってます、あ、そうなんですね、で養生するときは、はい、雨の日って乾くの早いんですけど、はい、あの16時間は絶対待った方がいいです、あ、そうなんですね、16時間待った方がいいです、ほぼ1日待てばいいですか、まあ、そう1日待てば全然いい、なるほど、一晩は良くないですね、そう一晩、まあ、3回以上する必要はないってことですね、まあ、全然ないですけど、しすぎると逆にてくれ、うん、あのめくれてきたりするんですよ、あー、分厚くなりすぎて、はい、なんで3回が一番いいかなと思うんですけ ど3回でそこまでの綺麗さに持っていくっていう、うん、いや異常なんか異常なんですよね、綺麗さが異常ですよ、こだわってるんで、これめっちゃ気に使ってください、わかりました、めちゃくちゃ硬いんで、はい、ちなみにもし教えていただけるなら割合って5、1対1ですか、薄め液と、最初はめっちゃ薄いんですよ、はい、最初がめっちゃ薄い、3、1ぐらいでめっちゃ薄くて、はい、徐々に、濃くしていくんですけど、はい、でも最終でもどうですかね、同割ぐらいですかね、ああそうなんですね、何これ、めっちゃいいじゃん、めっちゃ硬いでしょ、はい、硬いけど研ぎやすいんです、うん、質がいいの選んでるから研ぎやすいんですよ、同じ硬さでも研ぎやすい研ぎにくいやっぱあるじゃないですか、研ぎにくいって言われてる研ぎ師よりもそっちの方が全然硬いですよ、硬さ的には、はい、たまらんな、いいっすよ、これいいな、ありがとうございます、次に最後例の研ぎ師いきましょう、え、一番高いっすこの傷跡といいね一番高いっす、質もでもめっちゃいいですよ、それ貴重性だけじゃなくて、あ、そうなんですか、はい、本当に質いいですねめっちゃいいですよね、あの一番最初に触った中山と似てます、ね、ほぼ同じかなっていう、いい、ね、うん、中山もほぼ都前ですか、いや、そんなことはないですけど、あ、この黄色系は、黄色かったら都前って言ってる人いっぱいいるんで、はい、それで中山が都前が増えてるかもしれないですね、ああなるほど、全然どの層にいるのも黄色があると思いますけど、待って、自分の好みが分かったのが今日本当に収穫ですわ、僕と似てるんで、僕が持ってる取り次が大体大上さんの付き合いだと思ってうんうんうん、包丁と言いますし、そうそう、そこ大きいですね、やっぱカンナとはちょっとやっぱ見方が変わってくるんですよ、カンナって研磨力弱くて硬いって違いじゃない、そんな包丁だったら多分優れです、そうそうそう、効率を求めすぎてこうなってるだけなんではい、切れる包丁イコール仕事早くなるじゃないですか、はい、そうですね、そこなんで、うん、そこを求めすぎた結果こうなっただけなんで、そうですね
あ、その最後に裏押しのなんかこと聞いていいですか。天然砥石の場合、まあ、おすすめのこういう裏押し、僕真横にしたり股手にしたりするんですけど、はい、ねじれがめちゃくちゃひどい包丁は真横にするんですけど、はい、まず最初縦で合ってますね。まず最初縦、はい、使う天然砥石はもう固め、なんかその時固めで、なるほど。逆に泥を全くなくします。泥あると逆に引っかかって入ったりするんで、はいはい、確かに裏すきの部分が削れ、なんか当たって傷入ったりしますね。なんで全く泥は減って、でも泥をなくすとほんまに硬くて溶けにくい砥石、ただ滑るだけで全然削れないんですよ、はい、そういう時にさっきの中山のついたとか硬いけどめっちゃ研ぎやすい砥石がいいんですよ。はあ、なるほど、そのありがとうございます。この後すぐ翻訳機を見て、翻訳機もある、はい、まずこれが白に、白にの水翻訳機です。うん、白に水翻訳機珍しいですよ、ですね、かなり。これが、池田さんの、吉和さんの方です、ね、はい、白市水翻訳機、うお、北新さん、はい、でこれ野村さんのといいです。これちょっとうるっときますね。いますよね。うん、これかっこいい。いいですね。翔太郎さんのと池田さんの、池田さんのと最高ですよね。これ最高っすね。それも白位置で。うん。うん。これが実光の青鋼の翻訳機です。おお、波めっちゃ出てる。そうなんですよ。きれかったんで買いました。昔すげえな。別に青が欲しかったわけじゃないですけど。はい。いや、なんか波紋のこのかっこよさ、ねえ、いいっすよね、異常。次がなんか次がっていうのが怖い、中川さんの包丁です、はい、バオイチの中川さんが家事で、バオイチって波紋ね、見えないっすね、見えないっすね、薄いっすね、やっぱ。でもまあ本物の証拠でもあり、そうです、そうです。次からがもう珍しいです、玄海正国、こっち行きましょう、こっち。前回まさくりの包丁です。こっち持ってもらって。やばい。買った時のお値段は。お値段でもそんな高くなかったと思います。20ぐらいじゃなかったですかね。あ、そうなんですか。綺麗ですよね。綺麗。それ絵に刻印あるんですけど。あ、ここ中子の、はい。はい。本焼き全鏡面はかっこいい。かっこいいですね。本当にかっこいい。すげえ。で次がすげえな、これもなんか値段言うなって言われたんで、はい、値段伏せますけど、あ、わかりました、めっちゃ高い包丁です。お想像にお任せしますけど、はい、沖島さんの包丁です。沖島さんは最初に本焼き作った人ですか。そうです、包丁、はい、包丁で最高に最初に本焼き成功させた人ですね。やばいって、やばいっすよね、これ木紙らしいんですよ。あ、そうなんですか、はい、へえ。やっぱり昔なんで鋼材もね、今より良くなかったらしくて、はい、柔らかいらしいんですけど、いやでもこれは持っておきたい包丁ですね。そうなんですよ、コレクターとしても。そうなんですよ、お値段可愛くないですけどね。これちょっと絵を、それが一番大事なんでね、絵が。そうですね、やばよく手に入れた、てかよくあった翔太郎作が異常にかっこいい。いいですよね、かっこいいですよね、池田さんって、うん、後ろもちゃんとあって、そうですね、うん、このちょうど忍びにかぶる感じがまたいいな。ここ特徴的ですよね、多分。そう、中川さんかぶせないですもんね。そう、中川さん完全峰じゃないですか、はい、峰側にまたね、いいっすよね。本焼きはでもこれぐらいですかね。はい、いかがだったでしょうか。ここまで動画見ていただきありがとうございます。もうね、今すぐ砥石欲しくなった方多いのではないでしょうか。でね、情報量が多かったと思います。なので最後に簡単にですね、全てではないですが僕が大事だなと思ったところをまとめさせてください。まず研ぐ順番ですね。もうびっくりしたのが旋盤だけで3種類使ってましたよね。まず柔らかい旋盤、次に硬い旋盤で歯の黒膜の旋盤で、その後に天然砥石の中砥、そしてすいた、内ごもりということで、まあこれはね、包丁の
鋼材によってもちろん変わるとは思いますが、白荷を研ぐ場合はこうしてるそうですね。で、面直し、まあ、ダイヤモンド砥石を使い分けてるということで、特に大事なのは、まあ、天然砥石を研ぐ用と人造砥石を研ぐ用で、まあ、まず必ず分けるということが大切だと思いました。で、水、研ぐ際にね、ため水で行ってる人は初形に行く前に必ずね、ため水の交換はしましょうということでした。そして養生について、歌集は3回それぞれ16時間以上必ず開ける。で、その3回のうちの最初の1回目は薄め液の割合は多めで、で、だんだんと濃くしていき、3回目は同割りでするとおっしゃってました。で、ゆうまさんにとっていい砥石はということで、泥出ししなくてもその刃物だけで泥が出てくれるもの、まあそれが中山とか奥戸ということで、まあ、実際にね、裏押しする時も泥は全てなくす、そのためにはまあ固めだけど刃物だけで泥が出る研ぎやすい砥石がいいということでした。はい、ということで僕も本当に勉強になりました。ゆうまさん、貴重なお時間本当にありがとうございました。で、動画見てる方もしね、共感したことや他にもね、僕はこんな研ぎしてますとか、この砥石めっちゃいいよとか、ご意見あればぜひコメントお願いします。はい、では終わります。今回の動画少しでもいいなと思っていただきましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。